首相即時退陣こそ国益。相次ぐ石破茂首相批判。自民石破おろし広がらず。両院院懇で明確な辞任要求は青山繁晴参院議員のみ。衆院予算委員長ポスト大敗の自民が譲歩。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。いやー、何なんですかね。タイトルにも入れましたが、両院議員懇で明確な辞任要求を行ったのはたった一人、青山繁晴参院議員のみですよ。今回は前半にこの問題を取り上げたいと思います。そして次に石破即時退陣を求める有識者や議員の声、メディアの発信などもご紹介していきます。そして後半に衆議院予算委員長のポストを立憲民主党に明け渡した問題、なんと30年ぶりだそうですが、これじゃあ予算審議に影響出るのではないかと思われますが、では始めていきます。7日、自民党本部で開かれた両院議員懇談会、衆議院での大敗を総括する場として注目が集まる中、石破茂首相は冒頭、痛恨の極みだ、深く反省し、心からお詫び申し上げると厳しい表情で謝罪しました。森山幹事長も強く責任を感じている、厳しい批判は真摯に受け止めると発言し、党執行部の姿勢を示しました。一方で懇談会が終わった後も石破おろしの動きは明確に現れず、3時間にわたる議論では首相の辞任要求を明確に主張したのは青山繁晴参院議員の一人だけでした。多くの出席議員は今は内紛をしている場合ではないと、一致団結の必要性を強調し、石破首相の続投を支持。懇談会の中ではベテラン議員の船田はじめ氏が、この難局をみんなで乗り切らないと、与党としての立場も危ういと力説。ただ一人辞任を求めた青山繁晴氏は、年末に控える予算編成に向け、自ら決意して辞意を表明すべきと訴えましたが、体制は首相の続投を容認する流れだったということです。また両院議員懇談会では今回の選挙敗北について、特に敗因の検証が必要という声が相次ぎました。柴山雅彦元文部科学省は、党が非公認候補の支部に2000万円を支給した問題について、いかに国民世論からかけ離れたものか、きちんと執行部に受け止めてもらいたい、検証を行うべきだと要求する場面もありました。会合後、尾崎衆院議員は全体的には皆で石破総裁を支えていこうというコンセンサスがあったと話し、党内の結束が確認された形となりましたと発信。では麻生太郎氏はどうだったのかと言いますと、麻生太郎最高顧問は懇談会に出席したものの発言せず、また反石破勢力の期待を集める高市早苗前経済安全保障担当相も欠席。彼女は5日の会食で、党がまとまらなければ自民党は野党になると、周囲に結束を呼びかけ、混乱を避けるべきとの姿勢を見せています。いかがですか？各報道メディアの発信を要約してご紹介しましたが、ここで特筆すべきは、両院議員懇談会で辞任を迫ったのは、青山繁晴参院議員ただ一人ということです。ただ7、8人が衆院選敗北の責任論に言及。西田昌司参院議員も、来年度予算案の編成のために、首相の当面の続投に関しては理解を示していますが、党の体制を刷新しないと、来年夏の参院選を戦えないと追及しています。西田昌司氏の言うところの当面の続投に関しては、混乱を防ぎ、今は一致団結といった自民党のムードが見て取れますが、やはりここは厳しく、石破茂首相の即時退陣、そして党の体制を刷新することが自民党のためでもあり、日本の国益にかなうことだと思いますが、さらに疑問点が2つ。なぜに麻生太郎氏が発言をしなかったということと、なぜに高市早苗氏が欠席をしたのかということです。こうなるであろうとあらかじめ察知し、何を言っても今は無駄と見て取ったのでしょうか。この行動には賛否分かれると思いますが、では、保守論客で知られる桜井よし子さんはどのように発信されているかと言いますと、要約してご紹介します。
衆院選で歴史的な敗北を喫した石破茂首相に今こそ国民の声を受け止め、即時退陣を決断すべき時が来たのではないでしょうか。石破氏率いる内閣の支持率は就任からわずか1ヶ月で 50.7% から 32.1% に急落し、得票数も小選挙区で約670万票を減らす結果に。これほど急激に支持を失う首相は稀です。政治と金問題が原因と本人は言いますが、真の原因は言動の定まらない本人の資質にある。民主主義は私たちの国の基本ですが、絶対の善ではありません。かつてのソクラテスへの死刑判決やヒトラーの台頭のように劣化した民主主義が悲劇を生む例は歴史上に多く見られます。三上照夫氏が第三の文化の時代へで語るように、民主主義はあくまで国家目標を実現する手段に過ぎないのです。政治家に求められるのは国益を最優先にし、国家としての目標を冷静に見据えることでしょう。石破氏の政策もアジア版 NATO の創設や日米地位協定の見直しなど、国際情勢に対する理解の浅さがにじみ出ています。さらには現在の中国との戦略的互恵関係の復活に前向きな姿勢を見せていることも懸念の一つです。時代は変わり、中国は軍事大国として力を誇示し、尖閣諸島などで日本の領土に対しても積極的な圧力をかけています。今日本に必要なのは毅然とした外交姿勢と防衛力の強化であり、戦略的互恵関係への逆戻りではありません。私たちが政治家に求めるのは冷静な判断力と国家を導く胆力です。石破氏がその任を全うするにはあまりにも不足が目立ちます。即時退陣こそが今の日本にとって真の国益だと言えるでしょう。産経に寄稿されました記事を要約させていただきましたが、この記事の全文は動画詳細欄に URL を記載しています。そちらよりぜひ全文をご覧いただきたいと思いますが、本当に事細かくなぜ石破氏が即時退陣しなければいけないかを寄稿されています。では各メディアの報道ですが、東京新聞は落選した人の話も聞くべきだ、石破茂首相に向けられた責任論、自民党会合で衆院選惨敗を陳謝と報道。この記事では懇談会は衆院選の当選者と参院議員が対象のため、落選した候補者の声こそ聞くべきだ、落選した人の方が言いたいことはあるだろうとの指摘も多くあったという。では時事通信はと言いますと、青山茂春参院議員は石破首相では来年夏の参院選や東京都議選を戦えないとして、しかるべき時期に辞任すべきだと迫った。旧安倍派の柴山雅彦元文部科学省は2000万円支給に触れ、世論からいかにかけ離れているか執行部はしっかり受け止め検証すべきだと訴えた。小林鷹之元経済安全保障担当相も党執行部から事前に明確な説明がなかったと苦言を呈した。同時に党が一丸となって政策を進めていく環境を作る必要があると指摘しています。そして産経の報道では、石破首相は辞めるべきだ、自民桜田義孝氏衆院選大敗の責任を退陣迫った過去も指摘、衆院選敗因は首相に大きく依存する、本来ならば辞めるべきだ、首相は過去に首相を辞めろということを随分言っていたと。石破茂首相をめぐっては麻生太郎政権で内閣支持率が低迷した際などに退陣を迫った経緯があります。桜田氏は党が非公認にした候補が代表を求める政党支部に活動費2000万円を支給した問題についても、ジャッジミスだ、ああいうことをやるのはどうかと思うとも発信しています。では最後に衆院選予算委員長のポストを立憲民主党に譲り渡した件です。自民党の坂本哲氏、立憲民主党の笠博文両国対委員長は7日、国会内で会談し、衆院予算委員長のポストを与党が野党側に譲ることで合意した。衆院選で過半数割れした与党が大幅に譲歩した形。同委員長は採決日程の決定や議事進行などで大きな権限を持ち、局面によっては予算案の審議が難航することも想定される。野党側が予算委員長ポストを握るのは、平成6年の羽田孜内閣時に社会党の山口鶴夫元総務庁長官がついて以来30年ぶり。坂本氏は会談後、譲歩した理由について記者団に、
衆院選の結果を真摯に受け止めたいと説明した。いかがですか？自民党内では立憲民主党にポストを譲った理由として、予算案は国家国民のものだ。野党側にも一定の責任を取らせるためだ、とも発信していますが、結局のところ石破茂氏率いる自民党政権は機能していないということになるのではないでしょうか。野党に協力してほしいがために譲歩しまくっている。本当に情けない。立憲民主党に譲歩してどうなるのかということでしょう。そして石破茂氏に退陣を迫らない自民党。さらに言えばやはり安倍元総理のような強靭な総理が今日本には必要です。そう考えれば高市早苗総理以外いないと私は思っています。石破氏は今まで選挙に負けた元総理に退陣を迫っていたのに、自身の大敗した選挙の責任は取らない。まあ石破さんが総理の器でないことはこれだけではありませんが、安倍元総理がご生前、石破河野は絶対に総理にしてはいけないと言っていた意味はここにあるのでしょう。さて今回の動画ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回。